初めままししてエンパスの山崎と申します我々はですね音声から人間の感情を解析するという人工知能を作ってきた会社でして、まあ、喜び、平常、怒り、悲しみだったりとかメンタルの状態がリアルタイムで取れまして、まあ、すでに50カ国3 0 0 0社記者くらいで利用いただいていて、まあ、主な用途としましてはコールセンターでのクレーム検知だったり従業員向けのメンタルヘルスアプリケアだったりロボットに入れていただいたりしていると。 でまあ、グローバルでの評価も頂い,いてましてこれまで海外のピッチコンテストで10度以上優勝させていただいており、まあ、その成果もあって J スタートアップの認定をいただいたり Google のアクセレーターの日本一棋聖に選んでいただいたりしてます。 でチームに関しましてはです、ね、あの主に人工知能領域特に音声認識であったり自然言語処理、まあ、アレクサ・シリの日本語版を作ってきた人間であったりですとか、まあとは自然言語処理で教鞭をとっていた人間プラス、まあ、私がそうなんですけど、まあ、哲学研究をしているような人文科学のバックグラウンドを持った研究者との融合というような形でコミュニケーション AI というのを作ってきてまして感情解析から話し方解析でスタートしたものを音声認識自然言語処理と、まあ、全て実写です。 スクラッチで作ってきておりまして、まあ、その成果というのを今 AI サース化することによって、新しいプロダクトを今年ローンチさせていただきました。ジャムロールというものです。ai の初期がですね。オンラインの商談会議に自動で入っていって、録画文字起こし分析を行います。 僕らが解こうとしている問題に関してはビジネスコミュニケーション全般のブラックボックス化問題その中でも特に営業というところで、まあ、制約失注っていう結果データは分かるんですけども、まあ、これが実際に何が起因になって制約失注しているのかっていうのはよく分からないと、まあ、そうなってしまうと手こ入れができないというような形になってしまい、まあ、結果ですねじゃあ商談同行しようという形で部下同席させたり上司自ら不安になって同席しちゃうんですけれども、まあ、そうなると一人当たりの商談の数が。 得ってしまうと結果何が起きるか営業のノウハウが秘伝の垂れ化しちゃうんですねどの上司についたかに依存したりですとか結局個人にノウハウが閉じちゃうでかつ議事録や SFA ツールで言語で記載されているものって実際のコミュニケーションスキルまでは記録できないとなってしまうと、まあ、どうしてもですねこれを一気通貫で解決できないかというふうな形で作ってきたのがジャムロールです。 JAM ロールはですね、会議ツールを新たに導入する必要はないです、今使っている Zoom、Teams、Meet、なおかつ無償プランでも使えるんですけど、それに対して AI の初期が入っていってですね、解析結果っていうのを見れるようなものになっています。で、こんな形で勝手にですね、あの動画が溜まっていくので、動画のアップロードもダウンロードも全く必要なくって、ユーザーの方、何もする必要ありません。 具体的な動画を見ていただきますと、まあ、YouTube の再生画面のようなものが出てくるとで、話者が分かれていますので例えば営業の方が話しているところだけ見ようとかお客様の反応だけ見ようそういったことができるようになっていますかつスクリーンシェアのポイントが取れているんですねなのでプレゼンテーションしている箇所だけを見てピッチの生産性を上げていこうみたいなところっていうのもできるようになっています動画自体はですね最大2.5倍速で再生可能になっています で実際のです、ね、商談データはそのまま残りますのでコミュニケーションスキルが閉じずに社内の共有資産になっていきますかつ言語情報に関してはすべて自動で文字起こしされていきますので初期いらず商談会議に集中していただくことが可能になっていますとはいえ全部 見返すののはかななり面倒なのでキーワード検索をしていただくと誰がどこでそのキーワードを言ったのか例えば見積もりや予算といったキーワードを言われているのか言われてたとしたらお客様はどんな反応だったのかそういったことがトラックできるようになっていますまた動画データ自体はですね URL で共有できますのでお客様に渡していただくことによって一体言わない問題を防ぐというようなことにも活用いただいています でトーク解析ということも行ってますのでハイパフォーマーの話術自体が可視化されます話している割合話しているスピードかぶってないかといったようなことも出ますしまた感情解析に関しても搭載してますので、まあ、どこでお客様がポジティブな反応したのかネガティブな反応したのかもトラックできますのでその部分にポイントを絞って商談をブラッシュアップしていくことが可能になってます。 導入効果です、まあ、実際に同席工数というのがまあ下がっていくというような形になり、まあ、結果ですね商談回数が増えたことによって導入2ヶ月ですでに売上が20%アップするような企業様も出てきてます。 つまりですね、あの商談の数が上がる、結果売上が上がる、かつハイパフォーマーのですね、ナレッジというのが、社内の共有資産化されることで制約率向上につながっていく、コストに関しては、同席教育コストの削減はもちろんなんですけど、記録個数というところでは、議事録作成だったり、SFA の入力個数が削減されます。導入実績です、まだまだ赤ん坊のプロダクトなんですけれども、販売開始6月末にさせていただきまして、40社での導入が決まりました。 でオンライン商談でメインに使っていただいていたんですが1ヶ月後からすでにアップセルが走るとどこかカスタマーサクセスですなぜかというと商談と同じようなコミュニケーションのブラックボックス化が起きているんですねでこれ CS だけじゃないんです採用面談面接のところでどんな質問を聞くかっていうところのパフォーマンスっていうのもばらつきがあるんですねかつ候補者の方のデータっていうのは文字では残らせないものが多いんです そういったこともあって、セールステックとしてスタートしたんですが、まあ、HR のテクノロジー対象みたいなものもいただいています。ビジネスモデルです。5000円 1ID 月額。初期費用は一切ないですし、ストレージも無制限。なぜか全てフルスクラッチで開発をしているからです。なので、月額5000円で AI の初期を雇ってもらう、そんなイメージを持っていただければと思います。 今後の展開です。ビジネスコミュニケーションデータが大量に入ってきています。我々が狙っているのは何か ?2B 向けの AI アシスタントを作ることです。2C 向けはシェリだったり、アレクサだったり、米国のテックジャイアントにやられてしまいましたが、我々まだビジネスコミュニケーションというのは、まあ、取れている最中だと思っています。 で実際、営業支援、CS 支援というのをリアルタイムで行う AI というのをジャムロールへの搭載が始まってましてお客様が、例えば競合の名前を言ったときの打ち返し方がリアルに出たりですとかようやく自動でそのまま生成する1人で営業に出ててもサポートしてくれる AI というのが今、誕生しつつあります。 でさらに日本だけにとどまらずです、ね、あの20兆円規模の会話 AI マーケットというところで、まあ、すでに東南アジア、英語圏向けのものも開発始まってまして英語バージョンとインドネシア語版のリリースというのを控えています海外展開シード期からずっと行ってきましたここまで C 向けでは負けてきましたけど B 向けのソフトウェアはまだ勝てる余地があると思っています日本から世界で挑戦したいと思っていますご清聴いただきありがとうございました